Yeah.
どうも世界100億人のカラコンの皆さん、いつもありがとうございます。カラコです。カラオニシです。はい、ということで、今回バサラ出していただきました。バサラね、まあ、信頼ということでね、歌わせてもらったんですけど、なんか特殊な感じね、あるね、特殊な感じだなと思って見てましたけど、あれ、時短突破型なんですよね。ああ、そうですね。230分の1ぐらいで、で、時短100回ついて、で、その時短100回で終わったり、もう一回当てて確変入れましょうっていう、そういう突破型のものだったんですよね。で、ね、分母が結構でかいから、これで時短突破しようと思うと 35% ぐらいで確変いきますよってやつですよ。まあ、結構辛いんですよね。ライトミドルって言っていいのか分かんないですけど、ライトミドルにしてもね、確変全然いかないから、ちょっとどうなのかなと思ってたんですけど、まあ、演出見ていただいた方はね、分かるんですけど、まあ、ちゃんと行ったんですよね、今回。それはまず良かったなと思って。初当たりで行きましたからね。そうそう、一発目からね、いきなり7点して、ウェイと思ったの。なんか織田信長っぽい感じの足利さんが出てきてあれでボーンって当たって、あれはすげえ良かったですよ。出たばかりがすごく良かった、あれ的には。なんかね、ややこしいシステムなんですけど、あの獲得出玉、平均獲得出玉自体は8000発ぐらいあるんですよ、期待出玉的に。無双でも5000ぐらいとか、そんなもんなんですけど、あいつは8000ぐらいあるんですよ。なんで確認いっちゃえば8000ぐらい取れちゃうわけ。なかなかそこはね、面白いとこかなっていうふうに思いました。なんかギガ演出、なんか墨絵みたいな感じですよ。覚えてる、全然覚えてる。なんか、かっこいいやつあるんだよね。あれが来たら大抵当たるみたいなやつあるんですよ。あれ来ないとなんか当たんないなみたいな、そんな感じの台でしたね。まあ、総じて面白い台ですね。以上です。だよ。こんな感じでした。はい、まあ、またね、信頼出てくればどんどん打っていきたいと思いますので、ぜひまた見てください。今日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、バイバイ。